こんにちは、有馬薫です。今回もご視聴どうもありがとうございます。感謝しています。今回の心を解放してセルフイメージを変えるカウンセリングは、絶望から希望へ。世の中には絶望している人がいます。何の希望も見出せずに本当に真っ暗闇の中にいる人もいます。そういう人は1ミリも希望を感じることはありません。どんなに頑張っても、どんなに努力しても報われることはない。そしてこの先もずっとこんな人生が続くのか、何のために生きているんだろう、こんな人生が続くんだったら生きていたくないなと、そういうふうに思っている人です。ではそういう人は今すごく苦しい状態だと思います。でこの状態があまりにも長く続いてしまうと、生きているそのこと自体を諦めてしまう、そういうことにもなりかねません。もしかしたら今この動画を見てくださっているあなたがそうかもしれません。そういう人は一体どうしたらいいんでしょうか。どうすれば希望を感じることができるんでしょうか。それは悔しいという感情を持つことです。悔しいというのは、こんな人生で終わったら悔しい、こんなに幸せも喜びも感じないまま生きていくのが悔しい、そしてそんな自分を諦めてしまうのが悔しい、こういう悔しいという感情を持つことがいわゆる希望ということになりますね。絶対に嫌だと、こんな人生じゃ嫌だ、それイコールそう思うことが希望なんです。で希望が出てくると、もう一回頑張ってみようかな、希望を見出してみようかな、自分が理想とする人生、もしくはそこに近づくために諦めずにやってみようかな、そういうふうに思います。希望があればそういうふうに思えるんですね。でもできないと思った途端にできなくなっちゃいます。でおそらく今までもずっと頑張ってこられたと思うんですよ。頑張って頑張って、それでもどうしようもなかったから、その人は絶望してしまったんだと思うんですよ。現にそうだと思います。これ以上何ももう方法がないっていうところまでやったのかもしれません。それなのに現状は改善しなかった、何も変わらなかった、苦しいままだった、だから絶望したんだと思います。でももう一回だけ、絶望するたびにもう一回やってみよう、希望を見出せるまで、そこに自分が抜けれるまでやってみよう、続けてみよう、おそらくそこから抜けた人は何度絶望を感じてももう一度立ち上がって光を探したんだと思います。なぜなら絶望という壁を自分の前に立てたのは自分自身なんですよ。その希望の光を全部その壁で塞いでしまったのは自分自身です。だからもう一度力を振り絞って、たとえ小さな穴でもいいから、自分の力でその壁に穴を開けるんですよ。
そうすると、その小さな穴から希望という光が差し込んできます。そしてそれを全身で浴びるんですよ。全身でその光を浴びて、ほんの小さな光ですよね。ほんの細い光ですよ。でもその光を自身で浴びて、それを頼りにその穴をまた自分の力で大きくしていくんです。何箇所も開けて大きな穴にするんです。そうするとその光はあなたの全身を包み込んでくれます。必ず。そうするともう希望がないということはないです。あなたは希望に満ち溢れて、大丈夫、やれる、頑張れる、そういう力が湧いてくるんですね。もうそうなってしまったら、希望というのはもうそこにありますし、あなたはもう半分以上希望の場所にいることになります。そこまでが勝負ですね。何回も何回もあなたはその光を、希望の光を絶望という壁で塞いできました。絶望するたびに真っ暗闇の中にいたと思います。その穴を開けることがとても難しくて、無理だ、途中までは開けても無理だと思うかもしれないですよね。すごく分厚い壁を自分で作っちゃったかもしれません。そして絶望の壁の前でもうダメだとうなだれてしまったかもしれません。でも自分が作った壁ですから、自分で穴を開けることだってできます。で、ぜひね、小さな穴でもいいから開けてください。ほんのね、小さな光でも入ってきたら、またその光を頼りにその近くに小さな穴を開けていけるんですよ。で、それを無数に開けていけば大きな光になるんですよ。信じられないかもしれませんし、本当に暗闇の絶望のどん底にいる方にとって、私が今こんなことを言っても信じられないかもしれませんし、きれい事言ってんじゃないかなと思われるかもしれませんけど、でも光は必ずあるんですね。希望の光っていうのは存在してるんですよ。ないわけじゃないんです。あなたが塞いでるだけなんですね。で、辛い経験とか辛い気持ち、それも確かです。確かにありましたよ。あったと思います。でも光もあるんですよ。あなたがその壁をね、小さな穴からでも壊していけるのか、そして希望の光を浴びることができるのかは他の人ができないです。私もそれをしてあげることはできません。こうやってできるんですよっていうことしかできないんです。本当に無力ですから。それでもあなたにやっていただきたいなと思います。私も小さな穴を何回も開けては絶望してきました。無理だと思ってきました。それでもやっぱり諦めずに開け続けるんですよ。そしたらいつかそこから希望の光が差し込んで、絶望から希望へと移ることができました。誰にだってできます。あなたにもできます。だからやってみてください。諦めずに。何度でも私は励まします。あなたが希望へと進んでいく道を
応援します。なので絶望にいる方、それから絶望しそうな方、それからちょっとだけ希望が見えた方、どの段階にいてもまだ今からやらなければならないことはあります。ここで終わりじゃないです。小さな穴を開けたらいくつもいくつも開けていかない限りまた塞がってしまいますので、本当に大きな希望の光が出てくるまで穴を開け続ける作業は必要になります。応援します。そして励まします。私が穴を開けることはできませんけど、穴を開けるための勇気と応援はさせていただきたいなと思っています。なのでこれからもこういった感じの動画をまた撮らせていただきたいなと思います。ちょっと今日はいつもと感じが違うなと自分でも思うんですけど、これを見てくださってる方へ、諦めないでいただきたいなと思う、メッセージでもありますので、負けないでください。で、諦めないでください。絶望から希望へ必ず行くことができますので、何度も見ていただいて、絶望した時は大丈夫、やり続ければ大丈夫っていう、またそのね、気分を変えてモチベーションを上げてやっていってください。はい、じゃあ今日は、絶望から希望へということで、動画を撮らせていただきました。最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録と、あと動画がこの動画が役に立ったということであれば、下のグッドを押していただけると嬉しいです。セルフイメージのを変える動画をもプレゼントしてますので、下の方からよかったらご覧になってください。はい、では今日は以上になります。有馬薫でした。それではまた。